痛い痛い。水鉄砲大会の大使。来た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 。どうやって打つ？これどうやって打つの？打ち方教えてあげて。やったれやったれ。来た来た来た。いやー、大人も巻き添えだわ。いやいやいや。やめてください。ママたちにはやめてください。お、いいとこ狙った。角度さ、あ、探します。あ、本当にできてる。水が通った時にここ、あ、すごい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 。もう一回外やって。外のあの全体に放射するやつで椅子に見えたよね。上手に映らんかな。今虹をね、みんなで虹を発生させるっていう。向こう向けて。だからこっちの方やる。映らんねえ。面白かったね。虹なんてもういいんだ、戦いだ。なんでよ、なんでよ。見えた。もっと上か。いや、見えた、めっちゃ見える。ひっぺの目線で。わあ、綺麗。あのね、虹は映ってないけどね、めちゃくちゃ。あ、虹映ってる今。こっちから来て、こっちから来て。今映、あ、本当は見える。私の肉眼では見える。あ、見える見える。あ、待って、あ、今映れた。外向けて。みんな。すごい。ここか。あ、すごい。あ、できたできたできた。あ、すごい。あ、できてるよ、虹虹。映ってる映ってる。映った映ったよ。やった。ワンハム家族毎週金曜日配信中。お魚も上手に焼けてます。ありがとう。今日はこの甘い魚を塩焼きにして食べてみたいと思います。ちょっと釣ったね、自分で釣ったね、自分たちでさばいてね。まず皮を食べる。手でもな、いい取り方し。熱かった。あ、すごい。うまい。おいしい。なんかね、とろとろ、なんかほろほろ
魚じゃないみたい。なに、じゃあ魚じゃなかったら何みたい。なんかわたあめの少し弾力がある。マジでふわふわして、ちょっと食べてみる。そうね、ママに食べさせてあげて。あなたたちもどうぞ。ヨコさんどうですか。うん、おいしい。ふわふわ、うん、ふわとろ、おいしい。アマゴ、あ、そうね、模様あるやつあったね。そうだっつったやつじゃない。何が。アマゴ、なんか トンボね、モニヤンマや。美味しいよ、たぶん。いい味してる。いい味してね、塩加減がすごい。ぐっちゃのな。もう黙々と食べてるよ、あの人。大丈夫よ、まだ一匹あるしね。黙々と食べてるよ。やりなゲシジン TV のキッペさん、美味しいですか。マンモスのお尻の匂い、味が匂い、匂いやばいこんな感じでご飯食べるところもあってからの皮。マイナスイオンめちゃくちゃで出ます。今4時ぐらいですけど、ウグイスと日暮らし鳴いて涼しくて最高。イタドリ大好き。ちょっとイタドリ目大きだから言いにくいけど、渓谷があったりとか温泉もめちゃめちゃ近くにあるので、アユ料理食べて釣り堀して、川の眺めで癒されて温泉行って、最高じゃないですか。最高です。みんな来てね、リラックス、来てね、来てね。ワンハム家族。そうね、ネネ帰ろう。かわいい子来た。違う。どうどう、カンタ今日どう。楽しかった。楽しかった。よかったね。何匹釣ったリベンジの釣りは。大体4匹。おー、やったね。いや。まだやってますよ、あの二人は。いいコンビやな。本当ですか？自分たち、ちょっと自分たちでも腕が良くなってきたっていう実感があるぐらいです。もう一番夏休みらしい夏休みやね。やったんやって、やってもうあれはもう10匹ぐらいで、もう10匹ぐらいで餌つけて。すごいね、たくましいね。全然食ってた。前半何だったんやろって前半何やったんやろ ねえ。あれ劇やない、劇。劇振りなんだよ、振りな、振りな。あ、壊れた。壊れちゃったわ。おろしなかったわ。釣った釣った。オッケーオッケー。弱る前に。あ、どっちでもいいけど。オッケーオッケー。ほんなら針取ってバケツ入れて。落ちた。あらららら。毒グモじゃないでしょ。さっきの雲。うわ、すごっ。めちゃくちゃ気持ち悪い。何この雲、どこ行った。この雲餌にして釣ってみます。第2回目、雲で釣りたいと思います。さっき釣れんかったから、雲で。雲って虫の雲。あ、虫の雲で釣りたいと思います。え、それ雲。もうやらなくなった。
あと1分。え、すごっ、雲で釣れた、釣れた。肩パンされました。めっちゃでかい、マスに肩パン。え、そうちゃんも雲で釣ってみる。うん、あ、これそうか、さっき釣ったやつ。お母さん雲触っちゃう、お母さん。今度は触っちゃう系、お母さん。次はこの雲で釣っていきたいと思います。そうたかして、そうたくんが雲を雲で釣ります。びっくりした、いる？それ雲やね。もう一回、もう一回、もう一回。何？おるおる。ちょっと勢いよく投げたら外れる。あ、外れてる。すごっ、雲すごっ。え、雲でまた、また雲でやったの？うん。すごっ、雲すごっ。あ、さっきいっぱいおったけどさ、でかい。あ、気をつけて。めちゃくちゃ釣ったやん。じゃじゃーん。うーそうちゃんどうよ、岐阜。岐阜も最高。岐阜最高、また遊びに来てよ。絶対次は合宿かな。合宿だね。ちょっともう、大助たちともう戯れてもらおうかな。はい、じゃあもう可愛さでそんくらいにしとこう。オッケー、じゃあみんなお片付けと手洗いやっていきましょう。お猿さん、お猿さん、あ、お猿さんもう植えちゃってるわ。でもさっき取れてたんじゃない。 あ、いるいるいる。あ、お猿さん、お猿さん、バイバーイ。バイバーイ。取れてたかわからんけど、もうYouTube は電源オフにできません。 YouTuber は綺麗や、あの赤い、そうそう、あっちのね。あーすごーい、気持ちいい。でも焼けてますな。黒い車がめちゃくちゃ混んでるやん。桃高からもう車で2分来ましたよ、温泉。混んでます。混んでるけど混んでないな、まだこれぐらいなら。あんた、ここどこ？いただき温泉という場所でございます。じゃあ、はい、いただき温泉ですね。じゃあみんな今魚臭かったり汗臭いからここでさっぱりしていきましょう。イエーイ。オッケー、入っていいよ。車だけ気をつけてね。みんな癖のある渡り方。ログハウス的な。本当ね。でも板取り温泉はね、すぐツルツルになるよね、肌がね。お昼はご飯も食べれたり、ソフトクリームとかも食べれます。じゃあね、ワンハム家族。本当や、まさかの。似てる。はい、じゃあイタドリの最終仕上げといったらやっぱここですよね。はい、どこですか、ここは。アジエ。もう私たちの大好きなここのアジメでご飯食べましょう。イタドリアジメ。キュー。行こう。今ダッシュ、今別れる。ダッシュダッシュダッシュ。来た来た来た。これ食ってっぱなしやん。自分の話、こんな大きな話。48年も前の話。落とすね。魚は、あんずっとか。イカでいい。めちゃくちゃ。いい味のある注意書き。あ、ソプって言ってもいいよ。あ、ソプ。ちょっとしたね、ああいうハートの。私は
もう食べたん早っ。え？あゆ？あゆ。骨ごと食ってる？栄養出たり。あ、キュッペ。普通これで拭いた方がいいよ。これ。早くない？このチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりした日常をアップしています。動物が好きな人やちょっとほっこり一息つきたい方に楽しんでいただければ幸いです。もし動画を見て面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです。また感想や我が家のことで知りたいことなどありましたら、お気軽にメッセージいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。バイバーイ。